チェロスケ、チェロスケ、チェロスケ、ちょっと、ちょっと来なさい、来なさい。すごいの見つけた、すごいの見つけた、すごいの見つけた。金庫の上ですごいの見つけた。石油4人で。わぁ、抱えてる子もいたら5人で。石油4人で。あれ、子供、子供。お願いします。ありがとう。ガチ耳あかんなかったな、今の試合。インポスター。クルーカー。あー、クルーカー。あー、どうしようかな。セリフ。シェリフなの？ジョウスケ。違うよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。検査してほしいわ。解剖してほしいかな。はいはいはい、はい。ケイさんに問い詰めないこと、問い詰めないといけないことがあるんですけど。はい、なんすか？あの、ケイさん、本当は未婚説っていうのがちょっと、うん、あの僕の視聴者から流れてきて。あの、なんでかっていうと、まあ、ケイさんって僕は、あの、すごくなんかその見た目が好きなんですよね。顔が。はい。はいはい、で、まあ、ケイさんなんか素敵な見た目だから、なんか、まあ、モテるのかなって。で、その、モテるのがもうだるいから、はい、あの既婚って言い張ることによって、そのなんかそういうなんか厄介な層の視聴者がつかないから、あっていう観点からその未婚説だけど既婚者ってあの言い張ってるっていうのが流れ込んできて、垂れ込みがあって、これは本当なんですか？言った方がいいのかな、これは。あ、まあ一応聞きたい。そうですよね。まああの、うん、まあ、誰とは言わないんですけど、うんうん、まあ、ちょっとこう結婚してることにしといてくれんか、うん、って言われて、あ、はいはいはい、あのちょっと、ま、よくゲンですっていう人なんですけど、その人から人あゲン、あ、結構そういうとこあるんですか、あの人。そうなんですよ。あの結構表ではなんか淡白な感じでやるじゃないですか、うん、そう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 。でなんか、まあ、一応クールで、まあ、そういう風にしときたいと、うん、でも、まあ、二、うん、人きりの時はもうニャンニャンなんですよ。あ、あのゲンさんってなんかあの大事な人がいるらしいんですよ。ちょっとやめてください。それ恥ずかしいからやめ。それがそれだ。あ、ね、あ、なるほど。ちょっとボタン押しとこ。一旦リセットしよう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 。あ、おー、ナイス。おい。ナイスリセット、ナイスリセット。ナイス。ちょっと重要な情報だったな、今のは。ね、今のいい情報だった。いい情報来たよね。ごめん、ちょっとやっぱり、あの、言っちゃいけない話だったから、ね、あ、ごめんなさい。あ、時間だからやっぱり言えたけど。はい、うん、動画にします、じゃあ。言わんこうか。今は言わないときます。あとで話そう。全部消えた。よしよしよし。おで、じゃないんだよね。違うのか。オッケー。チェロスケ、チェロスケ、チェロスケ。ちょっと来なさい、来なさい。すごいの見つけた、すごいの見つけた、すごいの見つけた。金庫の上ですごいの見つけた。金庫の上ですごいの見つけた。金庫の上で。え、おい、金庫の上ですごいの。違うかな。金庫の上ですごいの見つけた。ほら、ちょっと。なんもないよ。ほらほら。なんもないよ。ほらほら。おお、すげえすげえ。メイヤさんの。あ、ほんとだ、メイヤさんだ。メイヤさんの3年前の音源の時に。あ、これ僕のリアルの写真がある、リアルの写真。これ僕のリアルの写真。顔出ししてたから。右から2番目、これ。なんでこれだけ、なんでこれだけ人間なんだよ。確かに。これ僕のリアル。これ高田さんがシェリフの時の写真だよ、シェリフの時。今回も高田さんシェリフらしいよ。高田さんシェリフらしいよ。あ、カメラついてる、カメラついてる、カメラついてる。あ、みんなカメラに向かって。見えるところみたいな。ほら。バーカ、アホ、まぬけ。まぬけ、まぬけなのだ。イェーイ。全員一緒だもん。届かねえだろ。届かねえだろ。届かねえ。そっちからは。この弱虫が。怖いよ。殺せるもんなら殺してみろよな。ほんでやろ。へへへへ。治らねえ。あら、高田さん降りてきた。ごめん。あ、やばい
びっくりした。あら、写真の人。え、待って。え、何が、これ、皆さんのお肉、藤宮皆さんのお肉が展望にあって、で、私、メイヤさんのデッドを確認したので、展望まで走っていって、で、セキュリティで、真由子さんと藤宮さんと、あと影丸さんもいたかな、声が聞こえたんで、とりあえず、メイヤさん死んでますよってだけお伝えして、展望まで走って、メイヤさん発見なんで、藤宮さんはセキュリ近辺で死んでます。ごめんなさい、セキュリからエレキ入った人って誰です？あ、じゃあ、それ藤宮だ。めっちゃ直近、も今死んだ。うんうんうん、今今抜けてたんだ藤宮。エレキで死んでるもん。あ、そうなんだ、知らんかった。マユコと影丸はおそらくというか絶対キルできないな、うん、よかった。じゃあ高田さんめっちゃ怪しいじゃん。カメラ見てた人誰？マユコにしか見えんかった。カメラ見てた人いるはず、ね、はい、影丸、マユコ、藤宮だったはずなんですけど。で見てました。じゃあアルケチロに確証出せますよね、多分出せますね。少なくとも藤宮キルはできないです。いや両方無理でしょってほぼって話。いやね、そうか。高田さん僕っていうの。いやそう見えちゃうけど後ろにやってやるよ。対立だじゃん。残念でした。シェリフでした。いや待って待って待って、そんなの関係ない。待って待って待って、高田さんエレキ行ったもん。だって僕はシャワーに残したでしょ。高田さんはそう後ろだから。もうね、待ってね、真由子と影丸ガチでできなくて、その真由子影丸から藤宮のキルできない人って誰？アルカゲチェロ、あ、じゃあアルケチェロ。アルケチェロは、なので、おにきがどこに、そう、どこにいたんですか、おにきは。あ、僕エンジンまで行ってます。で、ゲンさんこれボタンだっけ？レポートです。展望で見つけてます、皆さんは。あ、じゃあゲンさん無理だから、タケプテどっちかか。タケプテ？タケプテなの？高田さんのシェリフ信じる？みんな。じゃあ信じる。じゃあ竹尾さんと戦うことになるわ。僕は信じない。僕は信じない。高田さんに入れたよ僕は。信じない。僕は。僕はかなりキル難しいと思う。高田さんに最初に教えてもらった高田さん。繋がるとは。ちょっと待ちよ。エレキエレキ。じゃあ。おまけじゃない。あ。お。あ、なんか二人ぐらいいるぞ周りに。いるいる。今石油4人。うん。嘘。石油4人で。いやあとこの秒数さ。石油4人で。いや抱えてる子もいたら5人で。石油4人だよ。あなた子供を数えないんですか？ん？あ、それも？おい。エレキにいる、エレキにいる。あ、チャロスケ、チャロスケ。シンボル。高田さんがゲンさん切って自爆しちゃった、シェリフで自爆してました、はい、なんでゲンさん自爆です。はい、なんかでアルゲン系が影キルできないからチェロタキマユの誰かが、ね、最後のエレキって誰ですか？最後のエレキだと最後エレキいた人チェロスケかな。最後エレキいた人がいるはず。チェロ、あのアーカイブで、あと、あ、違う、アーカイブじゃない、セキュリティでアーカイブを見てて、うん、で、一番最後にもう切って、うん、で、エレキに入ったところ。うん、あ、オッケーです。じゃあ、僕、ゲンさんに投票しますね。え、ピピチェロ影で確か白証明し合ってたんだもんね。高田さんから白出てたんだもんね。カメラかなんかで。違う、チェロキアルマが無理だった。だって、僕ら金庫にいたじゃないですか。アルマが無理。うん。じゃあ、竹尾さんだ。竹尾さんに入れざるを得ません。ゲンさんだ。うわ、PP じゃね。やばい。PP かラスト力です。PP か。あーなんだー。あーマジ？やった。プテさんじゃなかった。さーて、どこかな。探しに行かないとな。お、やったな。
チェロマットメイトなのだ。チェロマットメイトか。マットメイトなのだ。最後チェロスケ切って終わるのだ。何なの？チェロ切っていいの？あ、そっか。いいの。ねえ。やばいやばいやば。どっちだ？せっかく切れない。切れない。切れない。切れないよ。ほら切れないよ。え、ゲンさんから近づく。ちょ、ゲンさんには近づかないで。ゲンさんに近づかないで、やめて、ゲンさんを。おい、あ、よし、よし、ゲンさん切るしようと思ったのに。結果通じにした。最後までゲンさん切ろうと思ったのに、ゲンさん切れた。壁がワンチャンあったのか。高田さん、肉壁さん。せきはし村か。いや、あそこでゲンさん切れたらクソ面白いなと思って。あそこでゲンさん切れたらケイさんのリアクションクソ面白いだろう。ゲンさんは死んだ。なんでチェケハシ村なんだよ。いや全然チケハシ、まだいけただろう。あれはなんか死んだだけでしょ。あれインポスターであってくれよ。流れで殺されたわ、流れで。インポスターであってくれよ。やったな。真由子か。え、結局最初にずっとカメラを見てたら藤宮だったってこと？いや、最初、いや、3人で見てましたよ。あ、3人か。影藤真由で。一人生きる？でも誰もかす、副賞でも勝ってないね、高田さんね。あ、そう。そう、ジュニアさんが、なんか、そう。高田さん、チェロスケに50万かけてたじゃん、あの、カメラ見てる人。確かに。あれ？僕、竹尾に2万かけてたんだけど、あの、副賞ですら勝てなかったわ。いや、影丸。だからなんでお前らなんだって言ったのか。いや、そう、着いた瞬間、なんで影丸と真横やねんと。全然想定とちゃうわ。求めてくれ、俺たちのこと。そうそう、エレキで切られてる、鬼切り。え、真横は最後以外キルしてないの？いや、俺、いや、メヤさんキルしてるよ。あ、そう、え？だからカメラ行く前にメヤさんになんか秘密知りたいって言われたから、なんか知りたいですって言ったら2回ぐらい知らないよって言われたから、じゃあいいですって。知らないんだもんな俺本当に。あ、なるほどな。あら、おにこだ。あの授業参観に来たの。じゃあ次授業参観。